こんにちは、吉川優です。ぜひ楽しんでってください。それではこの曲聴いてください。ロマンティック浮かれモード。ロマンティック恋の花咲く浮かれモード、視聴者一体の恋が始まりそう。毎日見かけるあの人に恋してた。普段は仲間とはしゃいでる目立つ人、自転車置き場の前油断していたら急に彼が携帯番号メモにしてくれた。ロマンティック恋の花咲く地元の駅、いつもと違う景色に変わった。ロマンティック恋の花咲く浮かれモード、悟られないようにメモを受け取った。それでも配信吐き出し変な気分、夜の9時になったら手を渡欲しいと、キーパーに時間書いてあった。そこにグッと来たな。ロマンティック恋の花咲く夜の気になるドラマの始まる気配のは、ロマンティック恋の花には勇気がいる。部屋に書きかけて時計とにらめこ、ボンボン、ホー、夜の口は視聴者一体な心のフィーバー。ロマンティック恋の花咲く私の部屋、いつもと違う景色に変わった、yeah! ロマンティック Malaysia, saya Yukikawa. Hi everyone, how are you? Let's enjoy my singing today. 皆さん、こんにちは。吉川優です。元気ですか？元気ですか？今回は、ジャパンエキスポマレーシアは2度目の出演になります。
出演できてとても嬉しく思います。本当にありがとうございます。最近の私はというとですね、暇つぶしと題してですね、果物の種だったりいろんな粒をですねひたすら数えて SNS にアップしていたら、いろんなメディアさんに取り上げていただきました、いわゆるバズったってことですかね。そんな悪趣味な趣味でバズったんですけども、日本だけじゃなく海外でもたくさんメディアに取り上げていただきました。知ってる方いますかね。暇つぶしということなんですけども、初めて聞いた方はぜひSNS で、見ていただけたらなと思います。吉川優、Twitter、そして Instagram、 そして Facebook やってますので、ぜひフォローよろしくお願いします。そんな感じで、バズりまして、暇つぶし T シャツという T シャツも販売してたりしてますので、ぜひチェックしてください。そしてそんな暇つぶしの楽曲が先日リリースされました。ぜひダウンロードストリーミングで聴いていただけると嬉しいです。今日はその楽曲を聴いていただきたいと思います。それでは聴いてください。吉川優で暇つぶし。Ladies and gentlemen, represent Ibaraki. Come on. 数えた。数えた。見てる。
たくら擦れそうなもの見続けて君の言葉の端にある距離を数えながら走り去る足音を消すように笑ったあの日に聞いていただけたら嬉しいです。ありがとうございました。さあ、こんな感じで、ライブお届けしましたが、皆さん楽しんでいただけましたでしょうか。どうかな、画面越しでわーって言ってくれてるかな。楽しんでいただけましたでしょうか。大丈夫ですか。ありがとうございます。まあ、今、新型コロナウイルスの影響で、海外でのライブが全くできない状況なんですが、いつかコロナが、収束してライブができるような、世界になったら、またマレーシアでライブしたいなと思ってますので、ぜひ皆さん楽しみにしていただけたらなと思います。それまで、みんなで力を合わせて頑張りましょう。というわけで本日はありがとうございました。吉川優でした。And that was you, Kikkoa. Oh, she, you know, mentioned a lot about like how we should stay strong and get through this together. And then hopefully, you know, she will get to meet you guys all in Malaysia next year or anytime soon. Anyways, you know, enough with me translating what she said. Let's go talk to her directly. Kikkoa-san, konnichiwa. Konnichiwa. Yoroshiku onegaishimasu.Okay, let's skip the introduction. We all know you, Kikkoa, already. You know what? She's been to Japan Expo Malaysia a few times already. Let's ask her what she missed about going to Malaysia. Kikkoa さんはですね、Japan Expo Malaysia はこれまでも何回か参加していただいたんですが、今回、はい、オンラインです。オンラインイベントでございます。どうですか、感想は。いやなんかやっぱり今もうオンラインでのお仕事がやっぱり多いじゃないですか、どの世界でも。ですよね。やっぱり離れててもこういったインターネットを通して皆さんと盛り上げられるって時代に突入したなと、すごいなと改めて感じてます。あの SF アニメですよね、世界が。本当に、いや本当ですね、そうですね。もう Yeah, so I asked her how she feels like, you know, it's just
It's like in the world of anime or in the movies, we have now literally reached that world where we're entertaining people via the camera online now. So whatever we've been watching on sci-fi television is, it's reality. It's starting right now. Okay, so let's ask her what she's missing about going to Malaysia. マレーシアといえばそうですね。なんか恋しいものありますか？食べ物とか行きたいとことか。私あのすごい観光もたくさん行かせていただいたんですけど、サテ？サテ、はい。サテを初めて食べたんですよ。マレーシアで。はい、感動しました。感動しました。サテが恋しいと。サテがすごい恋しいです。So I asked her what she missed about Malaysia. She's like, I want satay. I miss Malaysian satay. Okay, make sure next time she goes to Malaysia, make sure she gets to eat satay. Everyone heard that, じゃん。皆さんちゃんと聞こえるように今度マレーシア行ったらサテ持ってきてくださいね、皆さん。よろしくお願いします。はい、そうですね。今回オンラインということなので、もうマレーシアだけじゃなく世界中の人が見れるようになっているので世界に向けてメッセージをお願いします。あ、そうですね、今こういった新型コロナウイルスの影響でなかなか海外でライブすることができないんですけども、また落ち着いたら落ち着く日が来るまでみんなお互い頑張って生きていきましょう。はい、またライブしに行きたいと思います。頑張ります。Okay, so I asked her, like, you know, since this time we're virtual, meaning like, you know, she's actually sending message to people of the world. What's her message? She's like, yeah, the situation is as we know. Well, that's why we're doing this event virtually. But when everything's over, after all of this, you know what? We're going to meet each other again. And we're going to have a great time. So hold on to that and let's fight this together.そうですね、じゃあ今は皆さん SNS で吉川さんの応援をしていただくようにフォローしてもらいましょう。 So don't forget to follow you, Kikawa, on every social media, Twitter, Facebook, Instagram, everything. Let's follow her. 今日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。 Kikawa, thank you. バイバイ。